この子ども相撲大会は地元の若手グループが3年前から開いているもので、今日は赤ちゃんから小学6年生まで77人が参加しました。2歳未満の赤ちゃんの部は先に泣いた方が勝ちですが、土俵に上がった赤ちゃんはなかなか泣かない子もいれば、取り組み前から泣き出す子もいて行事泣かせとなりました。また2歳から4歳児の部では立ち合いから激しくぶつかる子もいれば、優しく押し出す子もいるなど、会場は笑いと熱気に包まれました。